735年、聖武天皇の勅願により、東大寺の漏弁僧正が開基した観音寺が創建と伝えられています。鎌倉時代初めの1208年に、解脱上人情景が観音浄土である布陀楽山にちなみ、寺号を懐柔尊寺と定めて再興しました。鎌倉時代に建立された五重の塔や文殊堂をはじめ、本尊十一面観音立像など多数の文化財を守り伝えています。神道寺は平安時代、寺領全体に一時26坊のお堂が存在していましたが、1180年、平助盛の陛下にあい全山ことごとく焼失されました。現在の本堂と本尊である蔵王大権現は1406年に再建されたものです。また神道寺には重要文化財に指定されている平安時代の仏様が6体宝物館に安置しています。花の寺として知られる岩泉寺は京都府最南端木津川市に属し、奈良市との境に接した丘陵が続く山あいに位置しています。豊かな大自然の木々に包まれた境内には味池を中心にして、それを囲むように道塔が立ち並び、整々とした佇まいを見せています。約1300年前、木津川市加茂町三ヶ野原の地に都が作られ、古代日本の歴史の舞台となりました。それが古の都、国京です。740年12月、聖武天皇は都を平城京から国京に遷都し、大極殿などの中心施設を造営。翌年には人々の生活空間である左京、右京の造営も始まりました。744年には浪速宮へ遷都され、その翌年には再び平城京へ都が戻った後、国京の中心部分は山城国分寺として再利用されました。都としての期間は短いものの、その間国分寺、国分二次建立の御事の利や金殿永年私財宝の発布のほか、大仏の造立に取り掛かるなど、歴史上極めて重要な時期であったといえます。国宮跡には今も当時の建物の柱を支えていた礎石が残されており、国の史跡に指定されています。古の都、国京、万葉の時代をしのぶのどかな時間を感じる場所です。